選手、通算1000安打達成表彰式を行います。平野選手は2002年9月21日大阪近鉄25回戦の初安打から今年8月29日の東北楽天戦で通算1000安打を達成いたしました。プロ野球史上274人目の達成となります。